はいどうもやのちですえね皆さんなんかこう大変なことになってしまったんですけれどもえコロナショックということで皆さん大丈夫でしょうかね本当に心配です。僕はねもうこのコロナとは全く関係なくその2年半前に難病になってえそれでねまああのいわばね その皆さんが今自粛して外出できない人と会えないみたいな感じであのずっと僕も基本的にはあの家にいることが多くて人にも会えなかったりもしましたしだから本当皆さんが今まさかね皆さんがそんな苦しい思いをするような時代そんなようなウイルスがねえ我々人類に襲ってくるとは思いませんでしたね本当ねあの大変だと思います。 もちろんねたくさんウイルス、このコロナのことでね亡くなってしまった方にもご冥福をお祈りしたいし、えー、今、闘病中という方も本当に頑張ってもらいたいそして今はかかってないけれどもいつ自分がかかってしまうのかと戦々恐々と生きてらっしゃる方ねフラストレーション溜まっていると思うんですね不安だと思うんですね、えー、あの僕は本当にあのわかるでその気持ちが分かるんです本当にね。 痛いほどであの特にねまあ今日僕が話したいのがあのこのコロナショックで経済的なダメージっていうのがすごいですねあの特に中小企業とかのまあ社長さんであったりとかもちろんフリーランスで働いている方はまあそれ以外の方も大変なんですけどまあ特にこう。 解雇されてしまってもう明日生きるお金がないとかねあのもう会社今までは全然普通にちゃんと頑張ってやってこれてたのにこのことで全然もう仕事がなくてもう会社を畳まなきゃいけないよとかそういう人もたくさんいるんですね僕の友達にはもちろんいっぱいいるんですよなぜなら僕やっぱエンターテインメントの業界でしたからもうそういう人ばっかりなんですよね。本当に ね、いかんともしがたいですよ、ね、あの一つ言えることとしたらあの本当にこう僕は本当身をもって感じたけど病気とか特にウイルスとかなんて本当誰のせいでもないし本当に不条理で理不尽何も悪いことしてないのにその人の幸せをいとも簡単に奪っていくわけじゃないですか。 今回そのコロナっていうのは僕なんかがその病気になった時は当然コロナではなくてまあ僕の病気ですからあの周りはね別に普通通りに生活されていてでなんかもう本当に世界でたった一人この理不尽な病気とともにね戦って生きているこの苦労この苦しさ誰も分かってくれないんじゃないかなんてねすごくあの悩んだりもしたんですね。 だけど、まあ、あの今はねこのコロナってのはもうみんなのことですからみんなが同じ苦しみ思いをしていらっしゃいますからねあの本当に一人じゃないんですよということをね、まあ、お伝えしたいなと思いますしまああのすごくねあの冷たいことを言うと確かにこのいつ終わるかわからないコロナのこの時にですよあの会社をやっぱりどうしても 潰さざるを得ないって人もいるだろうし、正直お金を借りて借金をしなきゃもうやっていけない人生できないっていう人もいるだろうし、あのそういうふうなこう経済的なここのねダメージっていうのはあのもう防げない人もいると思うんですよ。経済的なその苦しみっていうのは本当に僕もわかるんですよ。あの病気になって。 えー、仕事がなくなくったわけですよ僕もで当然あの貯金を切り崩してねあの生活していたわけでどん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 なくなっていくんですよ日々けど仕事はできないそんな中で本当に苦しい思いもありましたそしてねその病気になる以前も僕はあのライブハウスを経営していましたからその、まあ、例えば 3.11の後のようなね、本当にどん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 仕事がなくなっていって、自分の力ではいかんともしがたいその状態で会社が傾いていくその怖さ、それは本当に、そしてあの社員を守っていかなきゃいけないというその責任感の間で、その自分の気持ちが揺れるということ、本当にそれはねもう恐怖でしかない、それは本当にあの分かってるつもりなんですよね。 めちゃめちゃ悩むじゃゃゃないですかめめちゃめちゃ落ち込むじゃないですか。だって自分は何も悪くないんだもん。けどあのやっぱり僕一番このコロナショックで皆さんに避けていただきたいのがあんまりにもその考え込みすぎてねその強いストレスをまあ与えたりすると本当にあのストレスってもう。 人の健康にものすごいやっぱ害を及ぼすんですよねやっぱストレスをなめちゃいけないんですよそれから何かこう他のね病気を発症してえー、まああの自分がねあの、まあ、僕みたいに難病にかかってしまったりとかあのちょっとこう治すのが難しいという状態になってしまうとですねまたそれこそ取り返しのつかないことになってしまいますだから皆さんこんなこと言われても無理だと思うんですけど まあなるべく落ち込まないでくださいあの。要はコロナのこのコロナショックとねあのいわゆるその体を壊して難病になって障害者になって生活することの大きな違いは一つであのコロナのこのコロナショックといわれるものはいずれは必ず収束します。ね。あのそれがまあいつになるか分かりませんよ。すすぐかかもももしししれれれなないいごく先かもしれないけれども 数十年先ってことはないじゃないですかきっとね、まあ、きっとあの数年というもう長くてですよその先には絶対に収束が待っているじゃないですかあのコロナウイルスというものが全滅するっていうことがなかったとしてもこの現象は終わりを迎えてそして、まあ、あダメージを受けたであろうこの社会世界もみんながまたね経済活動をすることによって復活するだろうし。 またみんなが笑顔の取り戻せるねえま普通の生活に戻っていけるじゃないですかねきっとけど万が一健康を害してしまったりそんなことがあったらそういうふうに収束があっても笑顔の生活が待っていないんですよ。僕はまあ僕のがストレスでこの病気になったっていうのかわからないですけど本当に。 そういうのは全然僕はわからないんですけど全く原因不明なんでねだけどもあの何にしろ僕は先生にはまあ治るというのはちょっと諦めた方がいいかもですというふうに言われてしまっているじゃないですかで僕は今46歳ですけれどもまああと数十年生きるとしてあと30年生きるとして30年あのすごくこう 不自由というかねこうまあ皆さんが遅れるような生活は送れない可能性があるわけですよですからまあそう考えればねまあその健康な時だとねそんなにあんまりこう僕みたいに病気の人の話を聞いてそのああ確かにそうだなだからこんなことで落ち込まないようにしようとかっていうふうになかなか思えないんですよだって皆さんは今必死だから今の自分の生活を守ることが必死だから。 だからそれが崩れ去ったらやっぱりあの考えられないそんなことを考えていられないっていうあの状況も十分理解できるんですよ。ただ本当に今のこういうもどかしいのが健康なんてなくしてみないと本当のことは分からないじゃないですかだから分かってもらえないかもしれないけど本当に健康でさえあればあの希望があるしその光があるしもう一度必ず。 立ち直って復活して笑顔が戻る日が来ますからだから絶対にあの自分の,あの健康を害するようなあ生活はしないでほしいたとえ辛くてもあなんとかねあの楽しいこと考えて見つけて生きてほしいなって本当に僕思うんですねあのだからあの最近ではねあのこのテクノロジーの 発達にによっててその家にねいいいい人とと会えななかすごく寂しいじゃないですかでもなんか皆さんはねあの SNS したりえなんか今はねこうテレビ電話アプリみたいなのもすごく発達してますしあのそれであのみんなで励まし合ったりすることもできるじゃないですかだからあのそんな風にしてえ今を乗り越えて絶対にあの病気になったりしないでください。 えー、僕はそれだけが本当にあのみんなに言いたいことなんですだから僕もねあのもちろんこの病気とこのコロナのことであの不安ですごくあのもう怯えながら生きてるんですけどまあ頑張りましょう一緒にそういうわけでございまして、えー、今日はですね、えー、皆さんになんとかエールを送りたいと思って動画を撮りました、えー、またお会いしましょうバイバイ頑張って